コツツボ墓地文化の広がりは赤、オレンジ、ブルーグレーピンク、茶、ブルー、赤は、中部コツツボ墓地文化オレンジは、北部コツツボ墓地文化ブルーグレーは、クノビズ文化ピンクは、ルサチア文化茶は、ドナウ地方の諸文化ブルーは、テイラマーレ文化黄緑と、黄色は、コツツボ墓地文化と交流はあったものの、これには属さない文化群。黄緑は、 西洋青銅器時代の諸文化黄色は、北欧青銅器時代の諸文化、骨壺墓地文化は、後期青銅器時代の温帯ヨーロッパの一帯における主要文化。ドイツ語でウルネンフェルト文化、英語でアーンフィールド文化とも呼ばれる。遺体を仮装し、遺体を骨壺に収め、天板や、 特別に衣装を施された蓋で骨壺を閉じ、武器や装飾品と一緒に墓所に埋葬する習慣がある。骨壺墓地文化という名称は、こういった墓地の形態に由来する。丘や断崖の上、島、湖畔などといった場所に、防御措置の施された集落を形成する。刀、紙剃り、ナイフ、鎌、針、兜、鎧、盾、容器などを制動で作る。 この文化は、複数の地方文化に分かれている。そのうち最も重要なのは、ルサチアグループで、ポーランド、ドイツ東部、チェコ、スロバキア、ウクライナ西部を占めている。ルサチアグループは、プロトスラブ人の文化の一つとみなされる、トシチニエツ文化の後継文化である。コツツボボチ文化に、特有のコツツボインドヨーロッパ語族の中央、ヨーロッパから、 ヨーロッパ辺縁部へ向かっての拡大移動の多くの場合がヨーロッパの広い範囲でコツツボ墓地文化の墓地形態が広まっていったことにより起こったと解釈されている。例えばコツツボ墓地文化は西方では後にハルシュタット文化やらテー文化が発生拡大する地域に広まっているがこれはプロトケルト人に相当するであろうと推定される。 特に、イベリア半島における、ケルト人の出現に関してはこの見解は重要である。というのも、ハルシュタット文化やラテーヌ文化は、イベリア半島には到達しなかった一方、当地にはその前の時代のコツツボボチ文化との接触の痕跡は存在するため。ただし、当地のコツツボボチ文化の遺跡が、どれも、必ずケルト人のものであるとは限らない。 イタリアに発展したビラノバ文化の発展やその後の後期青銅器時代の文化的発展も骨壺ツツ墓地文化の人々の北方からの移住によるものか、あるいは単にこの文化の南方への普及によるものであることが考えられ、ここの言語はケルト語派あるいはイタリック語派の言語であろうとされている。中央ヨーロッパ東部ではイリュリア人との関係が考えられている。 ポーランドがスラブ人の主要な源の里の一つであったろうと推測する研究者たちはルサチア文化の担い手はプロトスラブ人諸集団のうちのこの地における地方集団だったのではないかと考えている。AB 都市チニエツ文化の記事を参照ドイツが主導的立場にあった過去のヨーロッパの考古学会では青銅器時代から 鉄器時代への移行期の地方文化であるルサチア文化はゲルマン民族固有の文化であるという排他的見解が定説であった。ここにおいてはゲルマン民族がこの時代にすでに成立していたという過程が定着していた。これはもともと骨壺ぼち文化が墳墓文化の後継であることが主な理由であった。一方、ポーランドの考古学会は文化集団と 言語集団は必ずしも同一でないという考えから、ルサチア文化は、プロトスラブ人のうち西方由来の骨つぼぼち文化の要素を広く受け入れた、西部集団の文化だったのではないかという意見を提起していた。そして、後には、プロトスラブ語の文化であると推定される、ルサチア文化の先駆文化である青同期時代文化のトシ地ニエツ文化が発見される。 プロトスラブ人は、後に、スラブ語派を形成する要素となった、諸文化の担い手で、現代に、スラブ人と呼ばれる、諸民族の言語的、文化的、遺伝的先祖ではあるが、この時代にすでに、スラブ語派という言語集団を、はっきりと形成していたとは限らない。したがって、ルサチア文化の言語は、プロトスラブ語であると同時に、プレゲルマン語の一部でもあった。 ポーランドの考古学会の推測はこの見解に基づいていて、ルサチア文化は単にそういったプロトスラブ人諸文化のうちの一つであっただろうというものである。実際のところ、ゲルマイン語派の成立は、コツツボボチ文化の後の時代の鉄器時代文化である、ヤストルフ文化において、元北部コツツボボチ文化であった地域で、紀元前5世紀という比較的新しい時代に、 怒ったと推定されている。ルサチア文化の担い手の一部は、ベネト人と呼ばれる集団として、ポーランドから南ヨーロッパや西ヨーロッパへ向かって移動していったと推定されている。また、この地に残った人々のルサチア文化と、その東方の青銅器時代から鉄器時代へ早期に移行した文化で、北方の森林農耕文化と南方の 草原遊牧文化の融合である、チェルノレス文化から精神してきた人々の文化が融合し、同じこの地に、鉄器時代文化のポメラニア文化を発展していった、ことが、後の調査で判明している。さらに、ポメラニア文化は、当時はまだ青銅器時代であったスウェーデン東部の青銅器文化との間での交易を通じて、スウェーデン東部一帯を鉄器時代へと発展させる、一方、 地元、ポーランドでは、西方のヤストルフ文化の影響を強く受けていた。北部は、ゲルマン系の文化的色彩の強いオクシビエ文化へ、残りの地域は、東方のザルビンツ文化と国実施スラブ系の文化的色彩が強いプシェボルスク文化へと発展している。ポーランドでは現在でもこういった見解が最も妥当なものとして考えられている。が、 特にドイツの考古学会からは、ポーランドの考古学会の見解は、スラブ帝国主義的であるとして、ことごとく批判されていた。現在のドイツでも、ルサチア文化と、その東隣にあったスラブ語派発展段階の中核文化との関係を、全く否定する人々が、多数いる。球場アンフォラ文化、ナワメ文土器文化、金城ビーカー文化、 墳墓文化の記事を参照。後にケルト人を形成することになる諸集団。文化と言語は一致しない。特に一つの文化集団の中に複数の言語が存在する事例はよく見られる。ウェネティ語がイタリック語派の元となった可能性が高いと言われている。この地のプロトスラブ人集団の内田へ移住した諸集団が ベネト人として一般に認識されたという可能性。JP、マラリー &DQ アダムズ、エンサイクロペディア・オブ・インドゥーヨーロピアン・カルチャー、フィッツ・ロイ・ディアボーン・パブリッシャーズ、ロンドンシカゴ、1997。ありがとうございます。